こんにちは。今日もおやつを食べつつ、お茶を飲みつつ、刺し子をしながらのんびりおしゃべり動画を撮っていきたいと思います。まあ、ちょっとね、動画の更新が久しぶりになってしまって、アップがね久しぶりになるんですけれども、なかなかね撮影もちょっとできていなかったので、私もおしゃべり動画自体を撮るのが本当に久しぶりになるんだけれども、皆さんお元気でしたか？多分ね、1個前の動画がセリアの付近か、あれが1週間前ぐらいになってたので、本当にねちょっと更新がなかなかできなかったんですけれども、なんかあの社会人的な言い方で言うとバタバタしてたりとかしてたのもあったし、なんかねちょっとねこう気持ちが落ちるまではいかないんですけれども、なんかちょっとね考え事をすごくしてしまってたり、なんか気分がねちょっと乗らなかったりしたので、なかなか撮影ができずだったんですけれども、まあちょっとね少しお休みしたっていう感じで、でまあいろいろ考えたりもして、ちょっとね気持ちの整理ができたかなっていう感じだったので、まあ気持ちを切り替えてねまたやっていこうかなというふうには思っています。まあ、1週間ね空いたから、まあ、この間に皆さんも何かいろいろ刺してたものがね完成したりとか、作ってる途中のものがだいぶ進んだりとかしてるんじゃないかなとは思うんですけれども、あとねもう気づけば12月になるから、そうなんか年末に向けてねどんどん忙しくなるかな、幸せだしねとか思いながらね、まあでも年末に向けてもまあいろいろねやりつつ、まあ動画もね頑張ってアップできたらなとは思っていますので、ちょっと久しぶりになりましたけれども、またどうぞよろしくお願いします。でね、ちょっとね今日久しぶりなので、まあ短めにしようかなとは思ってるんですけれども、あのオリンパさんのねこのマガレットの刺し子布巾をちょっとねアレンジしながら刺して、あのずっとねおしゃべり動画撮ってたんですけれども、ひとまずね完成しました。中の模様の部分がね、ひとまずっていうのは言ったのはね、後でちょっと額縁飾りつけたりしようかなとは思っているんですけれども、まあ一応こんな感じですね。そう、もうこれは一応刺し終わって洗って印刷線も消して乾かした状態のものになります。あとね裏の糸もね切ったので、ひとまずね完成っていう感じですね。でね、額縁飾りをねどうしようかなって迷ってて、でこの外枠、この大回りね、外枠の部分を前にも動画で紹介したこの、まあ、私が勝手に呼んでるんだけど、このなんかちょっとつぶつぶ感がある、なんて名前だったっけな、つぶつぶ感のある額縁飾りみたいな感じで名前をつけたような気がするんだけど、ちょっともう一回見とけばよかったな。あ、そんな感じのこれね結構ね気に入ってくださった方がね何人かいらっしゃって、結構ね皆さんがインスタでこれなんか小さな動画見てやりましただったり、なんか私へのメッセージをね書いてくださってインスタ投稿して、ね、くださってる方もいらっしゃって、なんかそれがねすごく嬉しくって、ありがとうございます。なので私もちょっとこのつぶつぶ感のある額縁飾りをこのマガレットの寄せ模様につけたらどうかなとは思ってるんだけれども、バランス的にどうかなちょっと思ってるだけなので、まあ、試しにちょこっとやってみてバランスを見てするかどうか考えようかなとは思います。よかったらねこれのその額縁飾りの方法も動画をアップしてますので、一応概要欄にリンクを貼っておこうかな。これもね何か参考にしていただけると嬉しいです。あとその額縁飾りは外枠のところになるんだけど、そうじゃなくてこの模様と模様の境目、ここのところにもなんかこう飾りをつけようかなっては思ったりしてるんですけど、それはもうシンプルなこの一般的な額縁飾りにしようかなと思ってるんだけど、ちょっとね境目があった方がいいかなと思ったり、どうだろうね、それもちょっとつけてみて試してみてっていう感じですかね。このね前に刺したホビーレホビーレさんの寄せ模様ひし形、これの時はその模様と模様の間にこういうね点線、同じように点線があるんですけれども、その時にその
さっきのこういう額縁飾りを試しにやってみたら、ちょっとねうるさい感じがしたので、この時はやらなかったんですよね。でもこれはその模様と模様の境目がなんか色を変えて、私模様をねそれぞれ刺したから、結構こう境がはっきりするっていうのかな、だからこのままでもいいかなと思ったんだけど、今回は赤一色で刺したので、なんかねここら辺 こことかがねなんかなんだったっけな、インスタでコメントもらったのかな、なんかここが おじいさんみたいに見えるだったっけな、なんだったっけな、なんか人の顔みたいに見えるっていうねコメントもらって、ここのなんか言われたら確かにここが目目顎みたいな、ちょっと骸骨みたいにも見える気もするけど、私なんかターバンを巻いたインド人みたいにも見えるんだけどどう、なんかそうそうそういうのが、ここがちょっとこう模様の途切れ目がなんか気になるかなと思って、それでこの模様の切れ目のところにねこういう風に額縁飾りと同じようにね、ここ境目を区切ってみたらどうかなとか思ってるんだけれども、まあね、これもやってみないとちょっとどうかなっていうところなんですけど、またちょっと試してみて、良さそうだったらやってみて、いい感じにできたら次のしゃべり動画とかでも紹介しようかなっていうふうには思いますけれども、ひとまずねこんな感じです。今日ね本当はね明るいうちに撮影ができたらよかったんですけれども、なんか気づいたら暗くなってしまってたのでちょっとねライトの電気でつけて撮影してるんだけど、ちょっとまあまあわかるかな。糸はねあの前にも紹介してますけど、湯沢屋さんの刺し子糸の112番のえんじ色、まあ、赤のねすごいなんていうのかな、シンクっぽい色味かな、なんかまあえんじっていう名前だけどね、赤のねこうはっきりした色味なのですごく良かったなと思って、赤一色でね刺してこんな感じです。そう今回のイメージがね、この近藤浩子先生の嫁入り道具の花布巾、この本の表紙が、まあ、同じような感じで赤一色で、これねその布巾に3つの模様を刺すっていうような感じだったので、こういうイメージでやりたいなと思ってたので、私も赤一色で刺して、まあ私はねちょっと模様たくさん入れてるんだけど 4種類ね入れて刺してみました。全部一目刺しの模様で、あとマス目がね奇数でできている模様のものになります。もともとのマーガレットの部分を上と下だけ残して、で真ん中の部分はね柿の花で、左の方はこれ六文銭刺しですね。これはねこの近藤浩子先生のこの嫁入り道具の花布巾の下の部分も六文銭刺しだったので、ちょっとねこれからアイディアを得て真似させてもらったんだけどね、ここ入れました。であと右端は、どうしようかなと思って、変わり花十字、これね地域によって呼び方が違ったりするかもしれないんだけれども、一応私が持ってる本と、あとね前にセリアの刺し子付近でこの変わり花十字を刺してたので、これもねあのセリアさんのパッケージで変わり花十字って書かれてたので、一応変わり花十字と私は呼んでいますけれども、変わり花十字をね刺しています。模様がねこう表から見たら、そうそう最初にこの左の六文銭刺しを刺してて、次に右側を刺してたんだけど、こっちがね思いのほかほら六文銭刺しがさ結構密集してる感じになったから、これ右側バランス取るの難しいかなと思ったんだけれども、まあ意外となんかこの変わり花十字も斜めのラインが入って結構まあ密集してるっていうのかな、縦と横と斜めですよね、これも縦と横と斜めなので、まあ、同じ感じになったかなとは思ってますけどね。あとね裏面がね面白い感じで出てきてね、これは良かったなと思って、楽しい感じそうちょっと分かりづらいかな、またよかったらブログに後日写真もアップしようかなと思うんで、ちょっとね今日暗くなっちゃったからブログはできるだけあの自然光で写真を撮るって決めてるので、ちょっとねまた後日のアップになっちゃうかもしれないんだけど、一応六文銭刺しの表がこんな感じで、
裏がこうですね。そう、裏の模様もね可愛いですよね。これこっちを表にしてまたね使ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、こうですね。まあでも表を見ながら刺してるからね、やっぱり裏はちょっとねこういう風に隙間ができちゃったりとかはしてるんだけどね。これこっちの模様もねなかなか可愛いなと思ってますけど、最近っていうかちょっと前からホビーラホビーレさんでさ、クロスフラワーだったっけな、あれ刺してるってねコメントいただいた方もいらっしゃったけど、あれもこんな感じでしたよね。なんかちょっとこうちっちゃい四角が4つ並んでこうお花みたいに見える模様だったような気がするけれども、あとね今回のこちらね、これ変わり花十字の裏もお見せするとこんな感じです。これもね裏可愛いですよね。こっち側をね表として使う模様でも可愛いかなと思いますけど、こっちもね、まあさっきと同じように表の方を見ながら刺してたので、やっぱりね裏面ちょっとこうなんていうのかな、途切れてる部分もありますけれどもね、裏も可愛いなっていう感じです。前に私が変わり花十字刺した時はこの2色の糸、紫とピンクで刺してたので、こういうね裏面の印象になってましたけれども、またね1色で刺すとちょっと変わるかなっていう風に思います。これもね可愛い模様だったのでおすすめです。そう、私はね今回このオリンパスさんのマーガレットをね使ってアレンジするっていう感じでやってたんですけど、ここねお花の部分4つの1234でここで区切って、下もね同じように1234で区切って、で中はちょうどこう均等になるように3分割にして、で模様を入れるっていう感じでやったんだけど、ねお一人にねあのインスタで同じように私をメンションしてくださって、そのマガレットアレンジしましたっていう方がねお写真アップしてらっしゃったんですけど、その方はねお花を 1,2,3,4,5 個だった気がする、で下も 1,2,3,4,5 残して真ん中の部分で、ここの部分もねなんか柿の花っぽい感じなんだけれども、もうちょっとシンプルにしたようなちょっとアレンジの感じだったかな。そうなんかね、だからやっぱりそういう風にアレンジして刺すとその方のオリジナルの布巾ができるからね、やっぱ楽しいよなと思って、その方もね赤一色で刺してらっしゃったんですけれども、やっぱり同じ赤一色でも中の模様が変わるだけでね、ぐっとなんか印象が変わって、またねあれも可愛いなと思っていいなと思いました。そうそう、それぞれでね皆さんもまたアレンジしてもらえたらなと思うんですけれども、まあねこう一目刺しの模様って結構刺すのが大変だったりするじゃないですか。布巾丸々一枚、例えばマーガレットもね可愛いんだけれども、マーガレット全部刺すってなると結構大変だったりするけど、なんかねところどころちょっとこうアレンジでね違う模様入れてみたりするのも楽しいかなと思いますので、よかったら皆さんもお好きな模様でちょっと寄せ模様風にしてみるのもどうかなというふうに思います。今日のおやつはカルディの豆乳サンドビスケットのクリスマスパックのタイプのものですね。なんかファミリーパックみたいなちょっと大きい、前にね動画で紹介したことあるものなんですけど、これのねキャラメル味のものですね。すっごくね香りがいいんですよね。それと無印良品のマサラチャイを用意しました。今週先週2週間前ぐらいかな、カルディのさ安納芋が出てるっていう話があったからさ、それをね見に行ったんだけれども、やっぱりねなかったんだよね。売り切れてるのか終わってしまったのかわからないんだけれども、なんか結局私は今シーズンは安納芋に会えないまま終わってしまいそうな気がするんですけど、クリスマスパックはねまだクリスマスシーズンだから置いてあるんじゃないかなと思ったりするんですけれども、あとねマサラチャイですね。またねおやつもね食べながらのんびりおしゃべり動画もねまた細々とね続けていけたらなとは思うんですけれども、そうさあんまりねいろいろ考え事しすぎるとね、なんかこれでいいんだろうかとか思っちゃうからねすいませんそうそう、まあそんなところで、であそうそう前回ね動画でねセリアの刺し子付近もアップしてるので、またよかったら今ねこの伝統柄4図案入りのシリーズをね少しずつ刺しているところなんだけど、今
作りかけてるのがあとね2種類あるので、これも同時並行で進めていって完成したらまた動画アップしたいなと思ってますので、年内にね残りのこの伝統から4図案入りを全部アップできたらなとは思ってるけれども、ちょっと厳しそうだな。まあ力の限りやっていこうとは思いますけれども、皆さんもね年末に向けてね、何か今年中にやりたかったこととかあります？これは今年中に完成させたいなみたいなのとかあるかな？ちょっとねこれは11月中に完成させたいと思ってたからね、まあ、ちょっとギリギリではありましたけれども、あでもね額縁飾りつけるから本当の完成っていう感じじゃないかなとは思うんだけれどもね、まあ、やっていきたいと思いますね。今年もあと残り1ヶ月となりましたけれども、またねみんなで頑張っていきましょうね。まあでも頑張りすぎるとねちょっと心が疲れたりするからそうそう、まあのんびりね気楽にいきましょう。もう健康第一でね、そうみんな家族の健康第一で、風邪ひかないように、寒くなってきましたからね体調気をつけてでいけたらなと思います。ちょっとね今日短めだけれども、これで刺してないな今日は、ちょっと刺し子はしていませんけれども、ご紹介になってしまいましたけれども、まあ、そんなところでまたね次回アップできるようにまた頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さんも今日はね、あったかくして眠ってください。そしたら最後までご覧いただきどうもありがとうございました。